皆様こんにちは。日光支所の小中昭一です。市民の皆様には日頃より新型コロナウイルス感染症予防にご協力をいただき心より感謝を申し上げます。さて、全国的に新型コロナウイルスへの感染者は拡大を続けている状況であります。栃木県の感染の状況ですが、9月1日現在の県の累積感染者数は13,416人となり、8月に入り急激に感染者は急増しております。そのような状況から8月20日より栃木県に緊急事態宣言が発令されました。これは感染力の強いデルタ株が要因の一つであると考えられています。県では現在県民に対し外出自粛や都道府県間の移動自粛などを要請しているところです。日光市の状況はといいますと、8月中の感染者数は131人となり、過去最多となってしまいました。感染拡大の傾向は続いており、いまだ予断を許さない状況にあります。皆様におかれましては感染症対策の徹底を改めてお願いを申し上げます。これまで日光市では新型コロナウイルス感染症対策事業として状況に応じてさまざまな事業を実施してまいりました。今回はこれから進めていく事業について皆様にお伝えしたいと思います。まずはじめに自宅療養者支援事業について説明いたします。現在全国的に感染者が急増しており、感染者が入院などできずに自宅療養を余儀なくされております。日光市における自宅療養者及び入院調整者数は8月29日現在で36人となっております。また全国では自宅療養中に症状が悪化し亡くなられる方も発生しています。そのため市では9月6日月曜日から自宅療養中の感染者が重症化するのを防ぐために、重症化の目安となる血中酸素飽和度を測定するパルスオキシメーターを自宅療養者に貸し出しをしてまいります。また外出自粛を余儀なくされている自宅療養者に対し、生活を継続することができるよう日用品等の提供を行ってまいります。なおコロナに関する詳しい内容につきましては、新型コロナウイルス対策センター内に自宅生活療養者相談窓口を設置いたしましたので、そちらにご確認をお願いいたします。次に、緊急事態宣言や外出自粛など新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けている市内中小事業者等への支援といたしまして、新たな事業への取り組みを行ってまいります。1点目は、日光市新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金支給事業になります。こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県が営業時間短縮などの要請に応じた店舗に対し協力金を支給するにあたり、その協力金に市が上乗せで協力金を支給するものであります。具体的には、県が当事業を開始した8月2日からまん延防止等重点措置に適用された8月8日の前日までの6日間を期間とし、1事業者あたり1日5000円6日間で3万円を支給するものであります。2点目は、日光市飲食店等取引事業者支援給付金支給事業となります。こちらは本年4月に実施した当事業第2弾となります。国の緊急事態宣言などに伴う営業時間短縮の要請を受けた飲食店等と取引があり、商品の在庫を抱えるなど影響を受けている市内事業者に対し支給を行うものであります。具体的には、市内の飲食店等と取引のある飲食料品卸売及び飲食料品小売業者であって、本年8月9月のそれぞれの月の売上高が前年前年同月または前々年度同月に比べ 30% 以上減少した事業者に対し、1業者あたり当該月ごとに10万円を支給いたします。日光市新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金支給事業及び
日興市飲食店等取引事業者支給給付金支給事業の詳細につきましては商工課までお問い合わせください。次にワクチン接種についてですが、高校受験を控えた中学3年生と大学受験を控えた高校3年生等を対象に10月から11月中旬に実施する市の集団接種において優先的に接種できるよう9月6日月曜日から予約を受け付けることとしました。また市内在住及び里帰り出産で市内に滞在中の妊婦に対しても優先枠を設け9月下旬から接種を開始するために現在準備を進めております。これらのワクチン接種に関するお問い合わせはコールセンター0120-011-229 までお電話をお願いいたします。私から市民の皆様にお伝えする内容は以上となります。引き続きコロナ禍において市民の皆様の生命と健康を守りつつ同時に社会経済活動を持続させるために市民の皆様のご協力をいただきながら各種施策を展開してまいります。市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。